こんにちは、あきです。今回はキャノンさんから発売されていたキャノン7というフィルムカメラの紹介です。私のチャンネルではカメラや写真のことを動画にしていますので、よろしければチャンネル登録していただいて末永くお付き合いいただけると嬉しいです。キャノン7というカメラは1961年にキャノンさんから発売されたレンジファインダー式のフィルムカメラです。この後出たキャノン 7S というものと合わせてキャノンさんが発売した最後のレンジファインダーカメラとなりました。特徴としてはこちらの部分に露出系を内蔵しているということです。露出系はシャッタースピードダイヤルと連動した作りになっています。シャッタースピードを自分で設定してあげると、あとはカメラが外の光を測ってくれて、絞りはこのぐらいがいいですよというふうに指示してくれます。なのでそれに合わせて絞りの値を変えてあげるんです。これがあるだけで大きな外れがなくなるので、とても重宝しています。キャノン7はライカの L マウントというマウントを採用しています。 L39 スクリューマウントとも呼ばれるもので、ネジのようにくるくるっと回して取り付けるマウントです。今回使ったレンズはジュピター8というソ連製のものですけれども、他にもライカのレンズであるとか、ニコン、キャノン、いろいろなレンズがあるマウントです。オールドレンズと呼ばれるものたくさん発売されていますので、いろいろ試してみると楽しいと思います。キャノン7で面白いなと思ったのはこのファインダーのところなんです。レンジファインダーのカメラというのは、つけているレンズに応じて映る範囲を枠のような形で表示してあげるんですけれども、キャノン7はそれをここでくるくる回して切り替えてあげるんです。実際に見ていただくとわかるんですけれども、まず 35mm、 次に 50mm、 そして 80mm と 100mm、最後が 135mm、 こんな風に切り替えることができるんです。ライカの M 型なんかはレンズに応じて自動で切り替わるんですけれども、 L マウントだとそれができないんですよね。キャノン7はここを手動で変えることでそれを実現しています。中古のカメラを買うときってちゃんと動くのかなって不安になると思います。私の買ったキャノン7はシャッタースピードを250分の1までは使えるんですけれども、それより速くすると露光不良になってしまうっていう不具合があります。ただ私はこれを4000円で買っているので、まあそのお安さならねいいかなと思って使い続けています。250分の1までなら使えるわけだしね、その辺はどこまで許せるか、あとはお値段次第かなって思います。
キャノンセブンで好きなポイントっていくつかあるんですけれども、まず一つは適度に重いんです。これはね、完全に個人的な好みの問題になってくると思うんですが、その重さが、あ、機械式のカメラを使ってるなっていう感慨に浸らせてくれるんです。重さだけで言うと、本体がだいたい 600g ちょっとあります。私が普段使っている富士フィルムの XE3 というミラーレス一眼。こちらが本体がだいたい 330g ぐらいかな。なので、倍近いんですけれども、それはそれでなんか楽しいんですよ。好きなポイント2つ目は見た目です。見た目がね、この箱型の感じがすごく好きなんです。だから富士フィルムの XE3 も好きなんですけれども、ね、このなんだろう、レトロな感じ、無骨な感じ、すごくいいと思います。そして最後は機械式のカメラだっていうことがもうロマンの塊なんです。露出系はありますけれども、これってパッシブなものであって、電池は使ってないんです。なので、電池は入れなくても使えてしまう。全部機械で動くんだっていうのがロマンがあってすごく好きなんです。今回作例としてお見せしているのは、すべて小石川後楽園で撮ったものです。2020年の秋頃、紅葉が始まった頃なので、ちょうど1年前くらいですね。晴れた日は割と露出系なしでもなんとかなるんですけれども、例えば森の中とかで急に暗くなった時とかはとても頼りになります。そういう意味ではキャノン7、外れの少ないいいカメラだと思います。あとロマンもあるしね、それが最高だよ。さあ、といったところで今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、あとは写真の感想や雑談などのコメントお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。